ずはこう試合から打ち上げて、自分の心境というか。いやまあもう本当すごい昨日に関してはまあすごい落ち込んだしすごい悲しい気持ちでしたけどまあ1日経ってまあ気持ち的にはもうすごい切り替えれてるしまあ次に向けてしっかりやっていきたいなっていう感じですかね。今回初めてのワールドカップという舞台の中で今回の試合に参加されて改めてワールドカップという舞台に感じたことっていうのはどういうことですか？そうですね、まあ、ワールドカップは本当に自分にとって夢の舞台だったし、まあ、プレーしてなおさらこう、まあ、本当大きなビッグドリームがあるなっていう、まあ、活躍すれば一気に本当に人生が変わるぐらいの本当に大きな舞台だし注目度だし、まあ、っていうのでやっぱり、まあ、本当にこう夢のある舞台だなっていう感じですかね。あの後奪ったボールは、クラブで素晴らしい成績を残されたボールだったり、満を持して大会に入ったっていうことになってくると思う。改めて、クラブでのサッカーと代表でワールドカップでのプレーっていうのが、例えば重圧のね、まあ、あの違いっていうのはありましたか？まあそうですね、クラブと代表ではまた、なんていうんですかね、まあ、日本代表が今世界で戦っているレベルと、まあ、クラブでブンデスリーガ、例えばブンデスリーガでこう、まあ、上位争いしているチームとっていうのではこうサッカーというのはもちろん変わってくるし、まあ、そういう部分でこうやり方だったり、まあ、自分のプレーをどこにフォーカスさせるかっていうのはもちろん変わってくるなっていうふうには思いました。その中でこうやはり日本の期待を背負って昨日もたくさんの人に触れているのは日本のサッカーだったんであります。日本中のこう期待を背負って戦うっていうことはやはり計り知れない、僕らからしたら計り知れない時間を出したかったっていうところも、まあ他の選手がどうかは分からないですけど、まあ、僕自身はこうもちろん大きな期待は背負ってるなっていう感じはしますけど、ただ試合をしている時にそれが目に見えるかと言われれば、まあ、それは目に見えなくて試合が終わってこうニュースだったりそういう動画を見てやっぱりこれだけの人たちがこう見てくれてるんだなっていうのはまあ分かるものなんで、まあ、プレーしてる時っていうのはそこまでそこに対して考えてプレーはしてないし、自分ができることすべてをまあ注ぎ込めば日本代表の力になれると思ってたしっていう面ではまあ選手はある程度こうそこは理解してね割り切ってプレーしてるのかなっていうふうに思います。個人のプレーについてお伺いするとこの4試合でもされて、まあ、強豪相手に試合に出る中でご自身のプレーで通用してるなというふうに感じた部分というのはどういうところがありましたか？感じるだけ過ごし方がないと思います。まあ、基本的にやっぱドイツだったりスペインだったり格上とやるとなかなかこう難しい部分もたくさんあって、まあ、守備に追われることが多かったですけど、まあ、チームのために走るだとかこうプレスに行くだとか、まあ、そういう部分はこう最低限できてたと思うし、まあ、それはこう所属クラブで常に心がけてやってきたからこそこういう舞台でもできてたと思うんで、まあ、そういう部分はやっぱ、まあ、どこに行ってもある程度変わらないのかなというふうに思いますね。鎌田選手にだからちょっとお伺いしますけれども、まあ、次の4年に向けてはまたさらにこうチームの中心の選手としての期待がかかってくると思います。逆にこの大会を経てこの4年間、まあ、今の段階で、まあ、足りなかったと感じた部分の試合を積み上げていかないといけないなと思っている部分を教えてください。そうですね、まあ、一言に実力が足りなかったと思うし自分の、まあ、今こう今自分はこう自分の目指している場所でプレーをできているわけじゃないんで、まあ、この4年間で自分がこう目指しているところでしっかりプレーをできるようにして次の大会に臨めば、まあ、自分はもっと大きくなっているだろうしより日本代表の力になれると思うんで、まあ、この4年間はよりこういいクラブでしっかり出続けるっていうことができるように、ね、やっていきたいなと思います。最後に私あの普段関西で取材させていただいておりまして、あの東山高校の福島県のお話を伺ったりしたんですが、はい、本当に後輩たちの励みになるんですけど、上川選手の存在でサッカーを頑張れるという形がたくさんいるとおっしゃられているという、そういうこの選手の背中を追う
方針というか後輩だったりとかっていう選手たちに対してサポートを進めて見せていた思いだとか、まあ、今大会は見せなかった思いとかいうものがあれば教えてください。まあ、そうですね、まあ、僕自身がこう昔逆に日本代表の選手たちの姿だったりを見てこうなりたいと思って自分が今ここにはここに来れてて、まあ、次は自分がそうやってする番だと思うし、まあ、自分は本当にできるだけ本当にいいクラブでプレーして日本人の価値っていうのを高めて、そういう今若い選手たちが将来ヨーロッパでプレーしやすくなったりだとか、まあ、日本人が評価されている、まあ、ヨーロッパで評価されているような環境を作りたいと思っているので、まあ、僕は本当に自分のサッカーでこう日本の力に、ね、なっていけたらなというふうに思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。